統一教会です。こんにちは。和牛だです。統一教会を信じなさい。いいですね。生稲晃子です。和牛だ先生に導かれる通りの値です。よしよし。じゃあ、衝撃の肌着問題一緒に聞いておこう。はい、和牛だ先生に付き従います。ほれ、これだよ。こうで体操服の下の肌着着用が禁止されていて、で男性教師が女子児童の胸の成長をチェックして OK を出せば着用が認められると、それまでは認められないという報道がされて、まあ、かなり衝撃が広がっているわけです。で通告はしてないんですけれども、やっぱりこの肌着禁止ルールで、なおかつ男性教師による体のチェックってあまりにひどいと思うんですが、いかがでしょうか。萩生田大臣。それは高校生ですか、中学生。小学校で、それは高校生ですか、中学生。小学校で、조간다.